オタクで文学フリマっていう文学のフリーマーケットをやっとるというので見学に来ました。どんな文学が販売されてるのでしょうか。文学フリマを見学してきました。もうなんか、コミックマーケットは先立ってるんですけれども、こちらの方は、比較的穏やか、比較的というかもう完璧に穏やかな感じで、皆さん、友好的に接してくれまして、なかなか楽しそうな会ですね。それでですね、無料のフリーペーパーっていうんですかね、無料で配ってるのもたくさんあって、それをもらうだけでも、大変です。でいろんなオリジナルのですね、小説から、気候物とかいろんな、料理のレシピとかですね、いろんなのがありまして、どれもですね、魅力的でして、みんな欲しくなっちゃうのが多いんですけれども、まあ、予算とか荷物の関係でですね、なかなか大変なところで、そんなところに電子書籍を販売しているところもたくさんありまして、これからもうちょっとチェックしたいと思います。